日本群馬県高崎市下室田町下室田町は群馬県高崎市の地名。旧春名町時代は住所で群馬郡春名町大技市も室田の大技の次に来る地名。郵便番号は三七ゼロの三三四二。面積は八点八平方キロメートル、カラス川中流左岸と道川支流なめ川、駒寄せ川流域に位置している。高崎市役所春名支所や、 群馬県立春名高等学校があり、春名地域の政治、経済、産業、交通などの中心地である。江戸時代頃から、ある地名である。はじめ高崎藩領で、玄奈元年に、安中藩領、上皇四年に、幕府領、漢文六年に、旗本、本田史領、天奈二年に、幕府領、上京三年に、旗本、北見史領、元禄二年に、幕府領、 同五年幕府と、旗本、米倉氏の IQ、同十年、旗本松平、大久保、山村、鈴木四氏の IQ、宝永六年元鈴木資領軍は、吉井半領となった。渓谷が多くで円タ集落が散在する地形から、諸田と呼ばれ、後に、室田になった節や、春な神社診療地としてのカムロギからの転化と、考える平安時代公認年間からの伝承がある。 2017年11月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当庁に鉄道駅はない。国道は国道406号が通っている。県道は群馬県道29号荒町、下室田線、群馬県道154号、荒下室田線、群馬県道211号。 安中春名古線が通っている。群馬県立春名高等学校。ありがとうございます。